何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんだ。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを。おじゅ、雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。おいしく飲んでやらせます。手をったせいか焼けたムクロの匂いが気立つな。クロードご用意しかけの庭でお話しなさるか。誇りのない犬め。マーコは言った。そう願おう。殺し方が見えて人じゃないみたい。ソラ、酒井殿が逃げたぞ。清水にまで探すのか。逃がすな。我らも探しましょうか。見つかったか。北へ逃げられる。お主ら馬に乗れ。残りの者は門を固めよ。いかにして逃げろ。どうどう、俺だ。いたぞ馬上だ。逃がすな。You're me.
れず進まなかった。神木で待っておると聞いたが、無くはない。身を潜めて進もう。ユナはおらぬな。だがこの者らひとところに集められたのか。血だ。傷はないな。血の周りに血が。この匂い、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。ムッコース、ダルタルディ。毒を食らったか。吹雪に紛れれば。
目を覚まさないかと思った。生きておるとは、もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら櫓に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。矢倉から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて、空は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。叔父上が俺を守ろうとしたのは将軍様への義を果たすため。降伏したのはお主にハーンを追わせるためだ。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。吉と出るかはまだわからぬがな。あんたに救われた人に言える？もしハーンを殺して猛虎を追い返したら、志村様は許してくれると思う？叔父上の許しは無用だ。あなたこと悔やんでない。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。選んだのは俺だ。いかなる始末になろうとも悔いはない。謀反人の烙印を押されても。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。寺に近づくには開けた地を越えていかなきゃ。または湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。
急ぐ、娘が待ってるんだよ。やめてくれ、俺が何をした。ここで死ぬかと思いました。動けるな。全て助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。物見役の旧兵、見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。待っておれ、のろしを上げる。これで気を引ける。では戻る。凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。Hip.
Вертолучин, но не мчит! Сын, не мчит! Охто, сокто, квеса! として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。猛虎もいないし壁も頑丈、ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。こっちだ。近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか？違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。そこのお方、温まってってくれ。お主、武志か？名前もご存知か？酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか？近江への道が固められた。
俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。この伊手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。今の見ました。ユナのやつ変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに伊手の多くを置こう。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。さ、
んなのケダモノがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここならハサミ撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。作ったと聞いた。なぜあんたが率いない。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦であんたのものじゃないのか。志村殿には城がある。春までここをお使いにはなるまい。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められて、今しかないぞ。槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って火槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。橋を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。
끝자 할다. 빨리 튀어봐. 川の戦士も一緒だ。やっとわかった。あんたクロードか。だが山より大きいと聞いたぞ。今は戦え。どれだけ待たせんのさ。こっち来ないで、見つかっちゃう。ケンジ、隠れていろ。わかってます。どっか行って。なぜ門を開けるまで待たなかった。怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。